ポップの取っ手が持つという動作を明示的にアフォードしているアフォーダンスとは環境が動物に対して与える意味のことである。アメリカの知覚心理学者ジェームズ・ジェイ・ギブソンによる造語であり生態工学生態心理学の規定的概念である。与える、提供するという意味の英語アフォードから作られた。アフォーダンスは動物に対する 刺激という従来の知覚心理学の概念とは異なり、環境に実在する動物が、その生活する環境を探索することによって、獲得することができる、意味、価値であると定義される。アフォーダンスの概念の起源は、ゲシュタルト心理学者、クルトコフカの要求特性の概念、あるいは同じゲシュタルト心理学者、クルトレビンの誘発特性ないし誘発性の概念に、 あるとギブソンは自ら述べている。デザインにおけるアフォーダンスの失敗例。ボタンの形状が押すという動作を明示的にアフォードしておらず、シールがないとどこを押したらいいのかわからない1988年、ドナルド・ノーマンはデザインの認知心理学的研究の中で物に備わった人が知覚できる行為の可能性という意味でアフォーダンスを用いた。 この文脈によるアフォーダンスという語彙がユーザーインターフェースやデザインの領域において使われるようになった。アフォーダンスは物をどう取り扱ったら良いかについての強い手がかりを示してくれる。例えばドアノブがなく平らな金属片がついたドアはその金属片を押せば良いことを示している。逆に引き手のついたタンスは引けば良いことを示している。これらは体験に基づいて 説明なしで取り扱うことができる。今日では、アフォーダンスという語の用法が混乱しており、主に二つの異なる意味合いで用いられている。以下に、その詳細について記す。ギブソンの提唱した、本来の意味でのアフォーダンスとは、動物と物の間に存在する行為についての関係性そのものである。例えば、引き手のついたタンスについて語るのであれば、 死はそのタンスについて引いて開けるという行為が可能である。この可能性が存在するという関係を、このタンスと私には引いて開けるというアフォーダンスが存在するあるいは、このタンスが引いて開けるという行為をアフォードすると表現するのである。要点は行為の可能性そのものであるため、そのタンスが引いて開けられるのだと示すインターフェースを持つか否か、 引いては死自身がそのタンスを引いて開けることが可能だと認識しているか否かは全く関係ない。タンスに取り付けられているのが引き手に見えない、あるいは引き手として使用できそうもない引き手であっても死に引いて開けることが可能ならば、その両者の間に本来の意味でのアフォーダンスは存在するのである。したがって前述されたコーヒーメーカーの失敗例は、 本来の意味でのアフォーダンスの失敗例ではなく、デザインにおけるアフォーダンスの失敗例とすることができる。なぜならば、本来の意味でのアフォーダンスとは、行為の可能性そのものであるため、コーヒーメーカーがボタンを押して、コーヒーを注ぎ始めるのだと示すインターフェースを持つか、否か、ひいては死自身がそのコーヒーメーカーのボタンを押して、コーヒーをカップに注入することが可能だと、 認識しているか否かは全く関係ないからである。コーヒーメーカーに取り付けられているのがボタンに見えない、あるいはボタンとして使用できそうもないボタンであっても、し、が押して、コーヒーをカップに注入することが可能ならば、その両者の間に、本来の意味でのアフォーダンスは存在するのである。しかし近年、特にデザイン領域においては、前行で紹介されているように、 人と物との関係性をユーザーに伝達すること平たく、言えば、人を、ある行為に誘導するためのヒントを示すことというような、意味で使用されることが、かなり多い。わかりやすい引き手を取り付けることで、タンスが引いて開けるという動作をより強くアフォードする、等というニュアンスの記述もしばしば見られる。これらは、ギブソンの本来の意図からすれば、全くの誤りである。 この語用を結果的に世に広めてしまったドナルド・ノーマン自身も後年にそれを認めており自分の著書において使用されているアフォーダンスという語については本来のアフォーダンスではなく知覚されたアフォーダンスと読むべきであるという胸のコメントをしている現状では特に注釈なくこれら二つが入り混じって使用されているため十分な注意が必要であるありがとうございます